ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中をまたにかけた、ちょっとまたね、ホテル暮らしがしてみたいバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のニュースなんですけどもね、そろそろね、まあ、6月に卒業の時期なんですよね、中国の場合ね。6月に卒業して、大学からね、卒業した人たちは就職してね、一般的にね、部屋を借りるといった、もちろんね、実家に住んでいる場合、そういったわけではないんですけども、どっかでね、アパート借りるみたいなね、そんな感じになってくるんですよ。それに関してですね、なんかこのウェイボーのね、ニュースの方で、大学のね、卒業生ね、もしくは大学院の卒業生、基本的にはね、今までね、大学の寮に住んでることが多いんですよ。で、彼らがね、どういうふうに、そのマンションを借りた方がいいかっていう、その注意点をね、出しているんですよね。だから要はね、詐欺に気をつけろってね、たくさん注意書きがね、書いてあるわけなんですよね。それでね、変な仲介業者にあって、妙な値段がつけられたりとか、なんか変な費用取られたりとかね、部屋見るだけでね、お金取られたりとか、あとはね、実在しないその仲介業者に、騙されて、ネットとかで知り合ってね、それでお金だけ取られて、部屋は借りれないとかね、そういった状況にならないようにだとか、お金払ってたんだけども、その家賃の中にね、実はですね、管理費とかがね、膨らまれていなかったりとか、あとはですね、ここ数年大きな問題になっている、長期、賃貸仲介業者っていうのがあって、要はですね、どっかの仲介業者がですね、大家さんからね、先に部屋を借りておいて、それをね、学生とかね、なんていうの、借り手にね、貸すわけなんですけども、要はね、大家さんに安く支払って、多めに支払って、その借り手の方からね、安い金額で、貸す代わりに1年先に支払えということで、でね、借り手がね、多めに1年間支払った、資金でね、その大家に、対して支払っている、なんていうの、多めの家賃をね、埋めていこうとして大概失敗するっていうね、そういったポンジスキームがあってね、ここ数年大きな問題になっていたんでね、そんな業者に合わないようにね、気をつけましょうとかね、そういう要はね、部屋借りるの大変なんですよ、今中国ね。詐欺業者、詐欺じゃなくてもね、ちょっと危ない、拡大しようとして危ないことをやってる業者とかね、ここ数年ものすごくたくさんいたんで、だからね、1年分の家賃とかね、支払って、結局住めないとかね、途中で追い出されるとかね、そういった事件がね、たくさんあったわけなんですよ。そんなわけでね、このウェイボーの方でね、気をつけてねって、そういう記事が出てるんですけども、これ僕のやり方なんですけども、卒業したばっかりじゃないですか。卒業したらですね、まずね、もういいから、その会社の近くか、その会社にね、通いやすいところにの付近にね、ホテルに住めって僕言うんですよ。ホテルに住むとね、どうなるかっていうと、実はね、中国ね、マンションの価格とか不動産の価格とか、賃貸の価格がね、上がりすぎていて、むしろね、ホテルの方が安いんじゃねえかっていう、状況にね、なってきているんですよね。で、1日100元ぐらいでね、結構な、上海とかだったら、上海のね、郊外まで行かなくてもね、上海のね、なんか大学たくさんあるところの付近でね、ちょっと歩いたらね、1日100元以下のところ、1日1500円以下で泊まれるところとかね、結構あるんですよ。
そこでね、交渉して、長期で住むからねっつって、安くしてねっつったら、もうホテルなんで、水道電気、使い放題で、あとはまあ掃除もしてくれるっていうことでね、なんだったらね、タオルいらないとかね、もう掃除いらないとかね、そういうふうに言ってしまえば、結構安くしてるくれる可能性ね、高いんですよね。実際にね、僕ね、まあ映画とか撮っててね、どっかのホテルに行って、よくあるのがね、タオルないよっていうことはあるんですよね。要はね、制作チームがケチるために、タオル提供しなくていいですってホテル側に言っちゃうんですよね。別にね、タオル提供 しなくてもいいんですけども、先に言っとけよっていう話なんですよね。それでね、まあ例えばね、上海 のまともな大学出たような人たちっていうのは、初任給がね、6000元、だいたい9万円とかね、10万円とか、そんな感じであるわけなんですよ。で、6000元のうち、家賃をどれだけ当てるかという問題で、だからそこから1月、3000元とかも出せるわけなんですよね。じゃあ、3000元、持ってホテルに住む方が、なんていうの、まあだから、なんていうの、デポジットも少ないよね。デポジットも少なくて、下手したら交渉したらね、より、いい立地のところに安く住める可能性があるわけなんですよ。で、まずそこでに住んで、どうしてもね、その賃貸に住みたかったらね、ガンガン仕事していくんだったら、そのままホテルに住んどけよっていう話なんですけども、それでも賃貸に住みたいという場合は、まずね、他の電話番号を、申し込むわけなんですよ。まあ、50元ぐらいでね、多分ね、中国国内ね、新しい、まあ、50元から100元ぐらいでね、申し込めるんですよ。でね、別の番号を、持つんですよ。で、その番号で不動産業者とは、仲介業者とは、その連絡する。じゃないと、その新しい部屋が見つかった後に、あらゆる不動産業者からね、ガンガン電話かかってきて、非常に面倒くさいんですよ。まあ、だからその番号、新しい番号で探していって、もう何ヶ月でも探すつもりでやる。そしたらね、ある日突然結構ね、条件のいい部屋がね、見つかるわけなんですよね。これ僕実際にやりました。はい。部屋から部屋に移るときに、じゃあ見つからなかったからホテルに住むわっつって、なんか3ヶ月ぐらいね、ホテルに住んでたことあるんですよ。で、たまたま見つかって、じゃあここに住むわみたいな感じでね、やったことがあるんですよ。まあ、だから何月何日に絶対引っ越さなくちゃいけないって、そういうふうにしとくからね、危ないわけなんですよね。ひょっとしたらね、この手ね、日本でも使えるかもしれないんですよ。日本でもちょっとホテルの値段とかね、それとかね、日本のね、多分ね、なんていうの、安いホテルあるじゃない。安いホテルって、だからカプセルホテルじゃないんですけども、なんていうの、まあ、青年旅館って日本語でなんていうのかな、いや、ユースホステルに住んででも、じっくり探してみたら、あなたって絶対この日に引っ越すと決めないで。で、ユースホステルね、多分日本結構物揃っててね、仕事とかね、むしろやりやすいかもしれないよっていう、話なんですよね。まあ、それでじっくり探して、ある日突然パッと、ここに住みたいっていうところが、出てきた時に移り住むと。その時のためにね、特にね、若い人は荷物持たないでください。本当に最低限のその仕事に必要な、荷物だけで、過ごせるようにね、しといた方が、いいと思うんですよ。まあ、日本でもそうなんですけど、まあ、もちろんね、中国、特に上海とか北京とか深圳とかね、そこら辺の大都市だとね、本当にね、賃貸の価格もね、高騰してるんで、うまく探したがいいんですよね。僕の場合は、比較的いいところに住みたいんだけども、とにかく家具がたくさんあるのがね、嫌だということで、そういうふうにね、探していました。はい。今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。